このチャンネルでは弊社の物件をご紹介しています。仲介手数料は一切かかりません。さらに独自の特典もあります。お問い合わせお待ちしております。今回は前回ご紹介させていただいたマンションの設計士さんにお話をお伺いできるということで、早速行ってみましょう。今回はプレジオ不正ユーロの設計士の方にお話をお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。マンションはまだ工事中とのことで実物が見れていないのですが、どのような点にこだわって設計されたのでしょうか。はい、今回はヨーロピアンスタイルになっておりまして、外観のタイルなんですけれども、東大阪市の景観条例でいつものヨーロピアンのタイルよりも淡い色味になっております。ただ優しい色味で構成されておりまして、外観が周囲に自然に溶け込むかなと考えております。また、議席の部分はいつものヨーロピアンスタイルと同じでして、重心が下に来ますので、より重厚感のあるデザインとなっております。なるほど、同じヨーロピアンスタイルでも場所によって色味が変わってくるんですね。はい、またエントランスにもこだわりの点があるっていうふうにお伺いしたのですが。はい、エントランスは正面中央の衣装壁にまず注目していただきたいんですけれども、中央にロゴマークを設置しまして、大理石の枠から光を当てることでエントランス中央のモニュメントを輝かせてインパクトを出しております。また左右の棚や暖炉と相まって、重厚かつクラシカルな空間としております。確かにそれはインパクトがありますね。またお部屋についてはどのような点にこだわって設計されたのでしょうか。はい、全室 1DK のタイプのお部屋になるんですけれども、リビングが約6畳、4室も約4畳となっておりまして、十分な広さを確保できるように計画しております。設備も整っておりまして、キッチンもワイドが1500あり、浴室にはテレビの設置もしております。またリビングの壁にはアクセントクロスをあしらっておりまして、上品で華やかなイメージになると思います。アクセントクロスの上部にはピクチャーレールもありますので、壁に穴を開けることなく絵や時計を飾っていただくことが可能です。 1DK って聞くと少し手狭なイメージがあったんですが、全然そんなことはなさそうですね。はい、アクセントクロスもおしゃれな雰囲気を醸し出していて、ぜひ実際見に行ってみたいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今回はプレジオ不正ユーロの設計さんにお話をお伺いすることができました。松浦さん、どうでしたか。賃貸マンションのエントランスに大理石があるなんてすごいですね。そんなプレジオ不正ユーロが気になった方は、こちらの動画の概要欄からぜひお問い合わせをお待ちしております。また動画がいいねと思ってくださった方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。